その感情をね、じゃあどうやって操っていくのかということですけれども、やはり自分自身の感情がどういうふうに巻き起こっているか、それをまずは理解する必要があるんだと思います。これは瞑想と言われるような方法を用いるならばね、その日なんかイライラしたことがあったり、ドキドキしたいろんなことが一日生きていればあると思うんですよね。そういった感情が何に対して起きたのか、相手がどうした、だからイライラしたってこう考えがちなんですけど、相手がどうこうしたというのはさておき、相手がどうこうした時に自分の感情は何に対してイライラしたのか、何に対してそう感じたのか、その心の動きをね見つめるということがとても大事だと思います。こういう怒りの感情の場合とかだとね、その感情を見つめてね、それを原因を取り去ってあげて沈めてあげるというような練習を毎日のように繰り返していると、徐々にこう自分の感情というものはコントロールしやすくなってくると思います。こうして自分の心の中はね、感情がもう うごめいているわけですね。怒りとか恐れ、諦め、ビビリ、挑戦心、いろんなものがこううごめいているわけで、こういった感情をねコントロールしていってあげるということがとても大事になってくると思います。感情って英語で言うとエモーションだと思いますけれども、エモーションをコントロールしたければモーションをコントロールせよというふうにね、メンタルコーチにはこう言われていました。感情をコントロールするというのは非常にこう難しいわけなんですけれども、体と、感情というのはつながっているわけですから、まずはそのモーション、行動をコントロールしてあげれば感情は自然とついてくるということで、このモーションをコントロールする方がずっと簡単だよということで教わっていました。やっぱりね、偉大な選手、いろんなスポーツ選手でも偉大な人いますね。偉大な選手は、偉大な俳優でもあるわけですね。外側のこう動作をこうコントロールしているわけですね。で、偉大な選手ってね、こうビビることもなければ緊張することもないし、全くプレッシャーも感じてないようにだいたい見えるわけなんですけれども、実はそんなことがないんだろうと思います。僕自身も2017年、ワールドチャンピオンを取って、18年19年と戦ってきた時に、いや緊張しないですよねとか、イライラしないですよねって、そういうことを言われるようになりました。で、当然ドキドキもしてるし、こういろんな感情はいっぱい巻き起こってるわけですけど、でもそれはやっぱ見せない。見せたら勝負に負けてしまうし、見せることで自分の感情を揺り動かすので、その行動をやっぱりコントロールするということはとても心がけていました。そういったコントロールがね、相手選手に対して非常にこう響いてくるので、僕が平気なふうに装っていると相手はこうビビってきますから、そういうところで勝負はいろいろと決まってくることも多かったと思います。勘違いする勘違いされるケースも多いんですけど、ネガティブな感情をなくした方がいいんですかっていうふうにこう聞かれるんですけど、ネガティブな感情を、なくすわけではなくて、外側をこうポジティブに装っているだけで、実際はネガティブな感情も発生するし、イライラもビビリも発生をしているんですけれども、それを少しずつ小さいうちに摘み取っていきながら、外側ではモーションをコントロールしていくということを行っていました。最近だとね、怒ってるの見たことないなんてこう言われることもあるんですけど、結構心の中はね、スポーツ選手ですから結構激しく揺り動いているのが実際のところではあります。